gogonihon.com Live and Study in Japan。 Konnichiwa, this is Davide with gogonihon.com. Today we are going to show you the Yokohama Design College, which is actually just around the corner. Let's go.Here you can study together with Japanese high school and college students, so you can practice daily what you learn in classes. Let's go inside. I love the way that we are. It could never go away. Sakuma 先生は何が好きですか？本当ですか？Sakuma 先生は本当にタバコが好きですか？私が考えるこの学校の特徴は、いろいろな学生がいるということです。それは留学生もそうですけど、留学生だけではなくて、日本人の専門学生もいるし、高校生もいます。それから先生もいろいろな国の先生がいます。そういういろんな人と交流することができるのは、この学校の特徴じゃないかなと思います。いろいろな人と交流をしたり、あとやっぱりデザインの学校というのもあるので、デザインを勉強したかったら、いいと思います。 I like fashion design and wanted to try that. That's basically why I chose Yokohama, but I'm very glad I did because I really like this school a lot. Yokohama is not that busy town. It's not like in Tokyo, it's like in the middle. That's why I love here. And the weather is good all year. Yokohama is very close to Tokyo, it takes about 30 minutes, but it's not as crowded and it's got a lot of wide open space.私は横浜デザイン学院の学院長をしています。池田俊一と申します。オープンクラスってあります。どういうクラスかというと、うちにいる専門学校の学生さん、それから高等課程の学生さん、それから、日本学科の学生さん、つまり留学生と日本人が一つのクラスで学ぶということです。どういうことかというと、例えばその中で空手を教える、ティーセレモニー、お茶を教える、それからフラワーアレンジメント、お花を教える、それからギターやダンスやる、そういったような授業をですね、年間20回ほど、この学校でやっています。ギターはね、オープンクラスといって、高校生、ハイスクールスチューデント、それからボケーショナルスクールスチューデント、それからフォーレンスチューデント、トゥギャザーのそういうクラス。今担当している A6 クラスは、ネパール、タイ、スウェーデン、フィンランド、ベトナム、インド、バングラディッシュの国の学生のクラスです。ですから中国の学生が一人もいないので、漢字の授業にすごく力を入れています。一番好きな漫画は、ワンピースです、はい、今読んでるのもワンピースです。ぜひともですね、この横浜、国際都市横浜に来ていただいてですね、この学校で学んでいただきたいなというふうに思っております。モストウェルカムです。よろしくお願いいたします。